命令違反は処分対象だぞ。冷静になれ。チーフ、お世話になりました。あー、井の間ちゃーん。くそー、こっちだ。死体がここにきっとある。どうせーん、目やられとる。 RS ハム、ハムだって。ポイント GF04 円移動しろ。多分公の効果な、公安の効果。撤退する。作戦は失敗した。繰り返す。作戦は失敗した。早く逃げないと、この後負傷すっから。俺知ってっから。それ逃げろー。いやー、あっさり殺されたな。しかしキャラ像無事で何よりだ。2名殉職で作戦は失敗。言い訳はできない。撤収する。これ以上怪物相手に犠牲は出せん。怪物、私は大事な部下を見殺しにしてしまった。テラゾ、笑ってくれ。この老いた男にできることは仇を討つことだ。まもなくカムイは現れる。ここに。テラゾ、こんな言葉を知ってるか。花と太陽と雨と。あれ？なんかこれ、ゲームのタイトルじゃない？これ。違うか。答えはカムイの中にある。カムイに惑わされるな。カムイはここにいない。カムイは隣人だ。カムイは覗いているだけだ。大丈夫ですか？チーフ、わかるだろう。わからん！貴様ともお別れだ。元気でやれ。わあ！ワープしてきた。なんか急に現れたりする人なのかな？え？怖い。え、でも死なないはず？夏目は？デコイマン。デコイマンっていうのは、おとりみたいなことだと思うんだけど。病院。戻ってきた。9時。さっき7時45分とかだっけ？取り調べ。俺はもしかして、凶悪犯罪課に合流するのかな？さてやと。昨日の今日だ、覚えているだろ？公安特殊が壊滅。何があった？鉄さん、ちょっと。なんか、本当に白目に見えるんだけど、なんだ。変ですよ。ん？おい、聞いてるのか？錯乱してるんでしょ。会話は難しいですね。見てだな。鉄さん、どうします？鉄さんの弟子みたいなポジションなのかな？なんか若いやつ育てなきゃみたいな話してたよね。帰ります？帰るわけねえだろ。レコーダーでも回しとけ。ですね。あれ？ダメだ。電池切れてます。役に立たねえな、おい。メモでも取っておけ。はい。住みよう。おい、なんだこれ。目立つな。ツルッツルや。こいつ見ろ。どうだ。こいつの顔まで忘れちまったか。住みよう。ガキみたいにレコーダーで遊んでんじゃねえ。ふえ、うるせえな、じじいとか言い始めた。怖い。わかってるよ。なんだと、この野郎。撃ち殺しちゃうぞ。いいから、ほら、尋問。おいよ。8時間前、お前らが追っていた男だ。カムイは収容病棟近くの樹海に逃げ込み、あ、頭反ってんだ。そして、奴を追った。公安特殊は、奴を追った公安特殊は壊滅。坂本猪俣は殉職。夏目は意識不明のまま ICU の中。鉄さん。ん？もう一押しってところだな。無理です。なんで？デリケートになってる。これ以上は。デリカット。ケントデリカットか。じゃあメガネを用意して。待ってな。住みよ、殺しよ。くさびさんは？一緒だ。至急現場に急行して。ポイントは？これから送る。それじゃ現場で。ね、かっこいいな、君たち、なんか。待て。切りやがった。どうします？行くだろ、そりゃ。そうじゃなくて。俺だよ、俺。俺も連れてってくれよ。テラゾ。猪俣斎藤って言われてテラゾって、俺だけ名前なのちょっとあれだよね。どうすっか。唯一の目撃者でもある。じゃあ、連れてくだろ。しかし、立花医師の許可がないと。俺、あいつ嫌いだ。そういうことじゃねえだろ。急にタメ口になるの面白いな、この、住みよ。マジで。いいから行くぞ。あれ？なんだっけな、このチンチラ。チンチラ？どうにも冴えないニックネームだな。
お前がつけたんや。こいつ刑事みてえな顔しやがって。こういう場合はだな、例えばチンチラデカ、チンチラ刑事、違うな、例えばデカチンチラ、いやデカチンみ、やばいデカチンにされる、うわーやっぱり最悪だヒーン、いい響きだデカチン、決まったデカチンだ。どうだスミオ、このゲームやめたいっす、最高っす、行くぞデカチン。どうもデカチンです。皆さんこんにちは、はじめまして、デカチンです。デカキンみたいでやだ、いやいやだわけじゃないけど、デカキン面白いけど、はい、バビロンストリート、セイワー、セイワーって何、セイワ、下水路、下水路のことを英語でセイワーっていうの。どこだ、この下水の先です。一家の連中は来てるのか。ええ、ハチスカと森川さんは。楽な山だけは手が早いな、急ぎましょう。おお、デカチン遅れるな。はい、はい、でやんす一応何、精神的に問題ないんですか。デリケートだっていう話じゃなかったの。デリケートな俺に対してそんな変なあだ名つけるんじゃないよ。ゲロシャブの方がまだマシだよ。さあ、あ、出た、この人森川さんかな、確か。なんか説明書で見たぞ、なんか変わった人、変わった人がいるなぁと思ってた。刑事っぽくない。遅いね、鉄さん。一家ほど暇じゃないんで。誰です、こいつ。目撃者だ。病院から連れてきた。夏目さんのところ全滅って。ああ、こいつはそこの生き残りだ。特殊の人間か。デカチンだ。よろしく、デカチン。夏目の愛弟子だ。よし、よくしてやってくれ。もちろんです。で、星は？聞いてないのか？カムイだ。カムイ？カムイってシルバーの？覚えてたか？まあ、そりゃ。忘れないでしょ、あれば。こっちは？えげつないですね。あれですよ。え、わあ、死んどる。吊らされてる。ハングドマン。どうやって吊るしたのか。久々ですよ、グロいのは。こんな声でいいですか？森川さん。一緒って。これもカムイが？そうだ。間違いねえカムイだ。手口は？特殊な貫通式の拳銃だろう。4人やられた。貫通式拳銃。それでところどころくり抜かれて、すぐに下ろしてくれ。たまらんな。たまらんな。前に進んじゃっていいっすか？いや、進めないな。話を聞こう。なんだ、デカジンまだいたのか。まあいいか、邪魔になんねえ程度に好きにやれや。そんな自由でいいんだ。凶悪犯罪か。よろしくデカジンうるせえ。あ、なんだ、なんか変な人出た。誰？コップ。カムイって誰ですか？俺もよくは知らないが、トップシークレットの殺人犯だそうだ。しかし自分聞いたことありませんが、噂だけが広がっていたんだ。実在する人物だとはね。なぜ公表されていないのでしょうか。この世界未知の領域が多数ある。創作の中だけだと思いましたが、我々のような底辺が知らないことは山ほどあるよ。犯罪は闇と同じよ。見えなくて当然のものだ。納得です。なんか意味あんのこの人たち。あ、あっちですか。仏は見ればわかるでしょ。これからよ。あまり経過してないように見えるわ。余計な口挟まないでくれる。誰？どうもデカチンです。参考のため連れてきた。テラゾーだそう。よろしくテラゾー。いえ、デカチンですセクハラになりそう。ショック状態が続いている。会話はできない。それでよく連れてきたわね。鉄さんだ。くさびさんが。スチール、先にやってくれ。スチール、スチール、鑑識。この人がスチールっていうの。川端リレーさんと説明書には書いてます。死後12時間以内です。腐食が激しいように見えますが、大量の水分を含んで皮膚が膨張しているだけです。12時間。カムイだ。時間軸も合う。
受解からこの犯行まで5時間、十分な時間ですね。身元は？まだだ。殺害場所の特定を急ごう。ここで殺したんじゃ。違うな。別の場所で殺し、ここに放置した。あえて目立つように。逃げてるのに、ねえ、そんな犯罪を起こしながら逃げるんだ。俺は身元を洗いますわ。頼む。住み、周囲を見てくれ。了解。ハチスカ。ハチスカは？帰りました。帰った？検視に同行です。勝手な真似しやがって。家犬様々ですから。まあいい、ほっとけ。どうだ、デカジン。何か思い出したか？家犬様々ですからっていうのは、家犬に恩義を感じてちょっとついていかないといけないことがあるっていうことなのかな。ちょっとよくわからん。鑑識のことだよね。鑑識たちのことだよね、家犬って多分。どうした、迷子か？あとは？喋る人。上流も調べないと。移動する？おお、できるできる。おお。周りは何もなさそうだ。ここに何かあるぞ。わあ、出た出た出た。助けての人。助けて、助けて。時々なんか違う文字が入ってたりするから気になるよね。なんかある。なんかあんのかな。星マークついてたけどね。関係ないのかな。ムーブメント。コンタクト。あ、これがショートカットか。丸ボタン押しながらだと早いみたいな。うわ！人形だ！なんだこれ？明るくて暗い広場にみんなは遊んでとても和やかな殺し合いをしました。笑顔が素敵な紳士たちは満面の笑みを浮かべてこう言うのです。幸せになりたいのかい、ベイビー。幸せになりたいのかい、ベイビー。くどい男は3回も続けて言いました。はい。みんなは嬉しそうにこう答えるのです。幸せになるさ、ママ。みんな幸せになりたいんだよ。素敵な週末が待ち遠しい。ちょっと危険じゃないですか。拳銃を携帯させてください。どうした、デカチン。わさび。あ、くさびか。なんだそれ。人形だよ。どうしました？こんな年代物がなんでここにある？かなり綺麗ですけどね。状態も。なんか笑われました。わははは。なんだかな？バビロンストリート。へぇ。まだよくわかんないですね。まだこのゲームわかんないですね。はい。次。24書。24書？なんて読めばいいの？ 24 書。違うか。このシルバー2425の24なんだろうね。凶悪犯罪一家。中、みんなを集めてくれ。これまでの経緯と今後の方針をまとめておきたい。わあ、ことぶき組ってのこれか。ことぶき新地。かっこいいな、なんか。背高。ことぶき新地、51歳、男。24プリヘロニアオス。なんですか。所長みたいなこと。共犯家のボス。懐深く、義理人情に熱い、故に彼に集まる人望は凄まじい。ほとぶきは直接現場に出ないが、部下たちの見えない場所で強力なサポートをする。ほとぶきの視点で事件を追い解決することはまずない。待つことに耐える管理者の役割を知る男である。へえ、そういうかっこよさもあるね。中手川。中さんね、こいつか。了解しました。うわぁ、ちょっと、そのポージング。中手川森近。オープニングにも出てたね。中手川森近35歳。ガン。シグ。へぇ。単独で操作することの多いヘンクスの。へぇって言ったけどよくわからん。公安出身で各方面にコネクションも多い。シグってあれだよね、多分。ハンドガンのやつだよね。ヘンクスなんだ。隣接した所轄にも長けて、独自の情報で操作を援護する。オールバックとプレスの効いたシャツがトレードマーク。ピチッとしてますね。とっととやってくれ。くさび鉄子。おー。なんか、やっぱ、オープニングにいた5人がメインメンバーって感じなのかな。44歳。コルト、オフィサーズ ACP。まあ、よくわからんけどね。
銃についてあんま詳しくないけど、ベテラン刑事、コドブ系の忠誠心から共犯か立ち上げ時から参加、時に住み用のストッパーとして、時に自ら爆弾的な行動で若い者を困らせる、娘に嫌われることをこの世で一番恐れているくさびは禁煙を本気で考えている、今一番の悩みは長女トリコの海外留学。そういう人間臭いところもねいいんじゃないですか。古代住み用、うん、26歳こげー。24所共犯課の中堅としてくさびと共に捜査に当たる、警察組織に順応することも、また反抗することもなく事故の状況下を理解し犯罪に対してのみ意識を注ぐ。わかった、コナーね、了解。森川さんは八須賀、そう書くんだ、八須賀千鶴、千鶴さん素敵。シグフェイバー、森川のパートナーとして共犯課に配属された美しい女性刑事、科学捜査研究所出身、そういうことか、科警研の女、父親は24区区長八須賀薫、あ、やっぱそうなんだ、娘なんだね、区長の、職務に忠実で勤勉だがプライドの高い彼女は家内で浮いた存在になっている、くさびは煙たがっている。悪い悪い、遅くなった。森川、この人だけなんか雰囲気あるよな、すごい。森川清、ベレッタ、共犯課立ち上げ時よりくさびと共に参加した、寿に捜査のいろはを叩き込まれた古参メンバーの一人、着実な足の操作が売りの援護側のスペシャリスト、虚実を巧みに使い分けるその操作スタイルはベテランの域に達している。いいね、寿の信頼も厚く、特別にシルバー事件の報告書作成を依頼されている。報告書、こんにちは、中手川です。上原カムイが収容病棟より脱走し、現在までに4名を殺害、今もなお逃走中です。カムイはすでに都市部に潜入し潜伏していると思われます。話は3つです。まず1つ目、皆さんに統一していただきたい決定があります。この事件の解明はカムイ事件です。シンプルで良い名前ですね。2つ目、この映像を見ていただきたい。八塚さんお願いします。なんだここ、警備ロボットの映像、ロボットが導入されてるような世の中なんだ、やけにご丁寧だね、早送りしてくれや。ダメです、ヘッドが痛みますから。まあいいじゃないの、ここが殺害現場です。この奥がカウンセリングルームになります。天井低くない？だからなんだ、なんなの？被害者の女性の職場です。あ、なるほど、殺害時女性は私服を着用していた、帰宅する時だったと。そうです。どういうことだ？これほどの大病院になると更衣室があります。制服を着用する職業ですから、職員は通常 ASM への起点より私服による職場への出入りを禁じられています。はあはあ、ルールを破ってまで会いたいやつってのは、カムイと密会したのでしょう。何？なんて恋の病。はあ、話しているうちにカウンセラーを恋の病に落としてしまうというすごい話術みたいなこと、カムイが殺したのでしょう。こんな証言があります。被害者の園田百合子とカムイは性的関係にあった、男と女になってたと。しかし園田の一方的な行為のようです。行為っていうのは今の5時、カムイは精神的な不能者であったと。釜みてえな男だな、羨ましいね、全く。性差別ですよ。女性にとって理想なのかもしれません。感情のない、裏切ることのない人形、ずっとそばに置いておける理想の男。そうかしら、退屈じゃない、それに全ての女性ってのは偏見よ。でも楽だろ。楽は楽だけど。本題に戻りましょう。園田はカムイを誘惑してここに連れ込んだ。すごいな、おい。カムイを誘惑して、そして殺され。ここに放置された。待てよ、動線が変わってるだろ。確かに園田百合子の場合、殺害現場と放置場所が一緒です。うん、確かに河合優香の場合、それが異なります。自宅で殺害された後、死体を移動させている。そんな不自然かね。でもカムイにしちゃ雑だな。あー、なんか美学にこだわる犯罪者なのかな。哲さん何か。いや、なんでもない。
か、ロボット結構動き回るんだ。上にふいーって言ってたけど今。被害者のプロファイルです。被害者は園田百合子、26歳女性。職業はカウンセラー。医科大を卒業後、この仕事に就いています。最近担当していた患者がカムイです。6ヶ月ほど前からカムイのカウンセリングを担当しており、最近はほぼ毎日何らかの接触があった。死因は特殊な貫通銃。4つの貫通痕が、貫通石、貫通跡が残っています。彼女の子宮内部にはカムイのものと思われる体液が残留。確定は鑑識の結果待ちです。推定死亡時刻は3月27日、22時から23時。いつぐ、どれぐらい残るもんなの、その体液。これは、追尾衛星の追尾衛星時刻とほぼ一致しています。続いて下水で発見された被害者のプロファイルです。河合優香25歳。デジタルメディアの販売会社勤務。カムイ作品の担当者でした。カムイ作品？頭部に2箇所、胸部と腹部に園田と同じ貫通痕がありました。死亡推定時刻は3月28日、15時から16時の間。これちゃんと聞いてた方がいいのかな？全然聞いてないぞ、俺。詳しくは、鑑識の結果待ちです。いや、数字とかは覚えてないぞ。細かいことは中に任せる。次行ってくれ。では最後に3つ目です。被害者上原カムイ、被疑者上原カムイについての経歴を簡単に説明します。カムイの情報を頭に入れてください。平凡な犯罪者ではありません。闇に支配された人間です。常識を取り除いてください。カムイの写真です。4年前のものです。はい。どれどれ？目立つね、しかし。では、よろしいでしょうか。今後の方針ですが。もういいってよ。ニカは肉体労働。お前ら一家は頭脳労働だろうが。わかりやすい例えね。大方その通りです。捜査一課でデータベースの解析及び予測される被疑者の行動パターンと出現ポイントを特定。捜査2課はデータベースに不足している情報の収集、追尾衛星の捕捉不能地域の捜査、その他雑用。言わなくてよくない？以上よろしく頼みます。仲良くやってくれ、君たちも。ちょっと仲悪かったから、前回の職場が。俺はカムイか、これハマってっけど、四角いとこに。この絵は一体何の意味が見られている、何だったのかね。さて、でもまだデコイマンって感じのことが起きてないから、まだデコイマンは続くのか。24プロプレ、なんて書いてた。あ、ポリスオフィスか。24章プレッシンクトって言うの、書のこと。プレッシンクト読めねえ。凶悪犯罪一課、一課と二課そんなに協力するんだね。張り込みは二課の仕事でしょ。あんなとこの野郎、小娘が毎日毎日汗水垂らしてやってる方の身にもなりやがる。それが任務でしょ。当てにもならねえデータでな。古いんだよ、科学捜査なんてのは。非効率な捜査でよければ好きにやればいいでしょ。文句言わないでください。文句だ？文句じゃねえよ、非難してるんだ。やり方が間違ってるってな。今日までに集まった有効データは26件。いいですか？正確なデータが必要なら1万件のサンプルが必要なの。わかります？ねえ、やっていただけます？ 1 万件の廃墟及び空室のデータ。探してくれますか？探してくれたら私が張り込みします。ねえ。もういいだろ、ハチスカも。あー、うるせえな。わかったよ、わかった。張り込みすりゃいいんだろ。やるよ、やる。行きましょう、張り込み。いいですね。喧嘩するほど仲がいいと。鉄さん、ちょっと。なんか楽な方法教えてくれよ、森川くん。森川でいいんだっけ？ん？どうした？なんだこれ。宗方から預かりました。宗方？愛しの鉄五郎さんへ。なんて書いてんのあれ。宗方。珍しいな。カムイの潜伏場所です。本当か？確かですよ。うちの情報は。しかしラブレターか。薄気味悪いな。確かに渡しましたぜ。すまんな。無茶しないで。俺は背後洗いますんで。後で合流を。わかった。住みよ。へえ。なんか森川さんのサポート入るとなんか心強い感じがするな。なんか、
あの風貌でなんか有能っていうのなんか期待できるような。好きになりそう。どこから入手したんですか、その情報。まあいいじゃねえか。行くぞ、ほら。張り込みです。今は無茶する時じゃないです。鉄さん。いいじゃねえか。もたもたしてると逃しちまうぞ。ちょっと待って、胸型ってさ、まだ出てきてないよね。しかし、いいから行くぞ。偉そう。俺は？俺もついてっていいっすか？責任取ったよね。ニックネームつけたんだから。自宅マンション。サムデイ。セイムデイか。同じ日ね。なんか、おしゃれな外観ですけど。マイルーム。え？誰の？ワイの？ん？エクスプロネーション。ここ。コンタクトポイントはどこだ？あれ？どこ？ここ？あ、これか。コンピューター。操作も慣れてきたかもしれない。おいおいおい。なんか、モニターが、分厚いね。トゥーチンチラ。これは全くかけねなしに言うんだが、私は君のことをよく知っている。え？差出人不明でトゥーチンチラなの？え？もしかして監視されてるというか、盗聴されてる？全くかけねなしに言うんだが、私は君のことをよく知っている。君がいつどこで何をやってるのか、どんな素性の男でどんなことを思い、あるいは思わないで生きてるのか。そして老婆心から忠告を一つ。いろんなことはあまりうろうろと嗅ぎ回ったりしない方がいい。この世界では知りすぎることは時に命取りになる。知らずにいた方が幸せなことはうんざりするほど数多いのだよ。気に留めておいていただければ幸いだ。体に気をつけて。コウモリはいつも見ている。怖い。怖い。へぇ。薄気味悪いぜ。別に、何？俺には復讐心とかあんのかな？なんだ？誰？ワイ？ワイの顔か？つるるるるるる。ここか？どこどこ？あ、さっきのとこか。ここか。コンピューター？いや、違うよな、多分。電話がどっかにあるはずなんだが。ちょっと待って。まだ操作に慣れてませんでした。操作に慣れたとか言ってすいませんでした。これか。これじゃないの。コンタクトポイント。これだ。おう、デカジンか。俺だ。急用だ。大至急バビロンに来い。バビロンだ、いいな。カムイが出た。とにかく今すぐ来い。バビロンショッピングセンターだ。いいな。へぇ、バビロン。なんか高そうだな。高いショッピングセンターだという気がしそう。ディビジョン20、ルートサークル。バビロン SC。バビロンストリート。へぇ、ルートサークルって、なんか説明書に、路線図じゃなくて、道の図とかがあるんだけど。これがバビロンって読むのか。あ、バビロンって書いてたね、さっき。閉店中。着いたか。こっちは渋滞にはまっちまった。そっちまでもう少しかかるな。いいか、時間がない。先に侵入してくれ。ただし勝手なことするな。いいな。俺なんか部下みたいになってるけど。病院にいた人よ、俺。そんな使っていいの？問題起きるだろ、なんか広場。